はい、今日も社長の仕事365日始めていきます。今日は285日目になります。今日のテーマはですね、あらゆる分野の勉強しようということです。で、今日のお話は、社長のこう勉強の仕方とか、どのような分野の勉強をするかという話なんですけども、まあ、結論としてはですね、社長は会社で行っている業務、まあ、いろんな業務があると思うんですね。営業なり、集客なり、なんかデザインなり、製造なり、もちろんマネジメントだったりとかリーダーシップっていうこともあると思います。社長はですね、この会社で行っているあらゆる業務についてのやっぱ勉強しないといけないと。まあ、っていうのがね、今日の結論なんですけれども、まあ、そう聞くとですね、えらい大変だなというふうに思うと思うんですよね。やっぱり会社の中ではそれぞれの担当者がいて、担当の人は担当のことだけやってればいいんだけど、社長は全部やらないといけないということなのかという話になってくるわけですね。まあ、これいつもですね、お伝えしてるんですけれども、社長は現場では働いてはいけないと。もちろん会社が小さい時には現場で働かないといけないんですけれども、会社を成長させていくためにはどんどん現場の仕事を人に任せていって、戦略的な仕事に社長が時間を使うようにしないといけないっていうふうにお伝えしてるんですけども、とはいえですね、社長がその会社で行っている業務について、知識がないというのはかなり問題があるんですよね。なので、社長はですね、その現場の仕事とか会社のあらゆる業務を自分でやる必要はないんだけども、その社員の人たちがやってきた成果物であるとか、もしくは誰かこう外部の人にやってもらった成果物が、果たしてそれがいいものなのかどうかっていうのを自分で判断する必要があるんですよね。で、そのためにもその分野に対する勉強が必要なんですよね。まあ、そうじゃなかったら、例えばね、社員の人がなんかこう商品作ってきてですね、これはいけそうだというふうに提案してきたときに、その商品開発とかですね、お客様のニーズっていうことを社長自身が知らなければ、その商品が売れるかどうかっていうのは判断できないわけですよね。あとはですね、例えば、なんかこうウェブサイトできましたと言ってですね、作ってきて、で、その社長が見てですね、それ見たときに、果たしてそのデザインが、自社のね、ブランドに沿うものかどうかっていうのを判断できないといけないわけですよね。で、それを判断できずにですね、社員がやってきたことをそのまま、流してしまうというのでは、これ、いわゆる放任ということになりますので、これ、よろしくないということなんですね。なので、社長は、出来上がってきた成果物がいいかどうかを判断するために勉強しないといけないんですよね。特に私たちが日頃接する機会の多い職人型の社長ですね。まあ、いわゆるこう専門技術をつけて、独立して、会社をやり始めた社長の場合には、自分のこう専門分野については詳しいんだけど、例えば技術が知らないとか、最近のウェブの、ね、マーケティングが知らないとか、最近のこうお客様のトレンドを知らないとかですね、そういうのって結構問題があるんですね、やっぱり経営者としては。自分の専門バカになってはいけないということなんですよね。で、何年か前にうちの会社でもそのウェブのシステムを作ろうと思って、とはいえ、こう内製ができないわけですね。自分たちの中にこう技術者がいないので、その外部の人と組んで、まあ、そのシステムね、作ろうっていう話になってやっていたんですけども、で、その時に私はこれ非常に痛感したんですよね。そのエンジニアの人たち、外部のエンジニアの人が作ってくれた、そのシステムのね、良し悪しっていうのを、やっぱり自分が判断できないといけないんですね。その自分がプロジェクトオーナーでお金を出している立場なので。で、それが、自分の専門外だから、彼らが専門だから、彼らがいいって言えばいいんだろうと。いうのでは、やっぱりね、これマネジメントしていくことはならないし、社長のね、こう責務を果たしてとは言えないと思うんですね。でもその時に、ね、非常に私も勉強したんですよね。ウェブのそのシステムを、ね、作るときに、まあこう、いい開発のね、プロセスっていうのはどういうものなのかとか、いいそのシステムのインターフェースのデザインっていうのはどういうものなのかっていうのをね、結構ね、勉強したんですね。で、それによって何が良かったかというと、そのエンジニアの人たちとも共通言語でお話ができるわけですね。なので、プロジェクトの進め方とか開発の進め方について、もちろんね、向こうも意見を持ってる。だけども、私もいろんなこう、成功事例とかね、調べて、まあ、それと比較して、今自分たちがやってるやり方ってどうなのかっていうのをね、判断して、こう、話すことができるんですよね。もちろん私自身がその開発の仕事をすることはないんだけれども、どういう開発、どういうシステムがいいのか悪いのかっていうのはやっぱ自分で判断できないといけないなっていうふうにその時に思ったんですね。で、テスラのですね、創業者のイーロン・マスクさんって言いますけれども、彼はまあめちゃくちゃ優秀な
起業家であり経営者なんですけども、一方で、技術者としても非常に、知識が深い。まあ、もともとはね、そのエンジニアなんで当たり前なんですけども、その経営だけじゃなくてですね、やっぱり技術面についても、その自社のエンジニアと対等に話せるっていうところが、やっぱ彼のね、強みなんですね。それで本当に自分がやりたいことっていうのを、そのエンジニアの人たちに、彼らの言葉で伝えることができるというところが、まあ、一つ強みなのかなと思います。まあ、というわけで、今日のテーマとしてはですね、まあ、社長はですね、その社内のあらゆる業務に自分で手を突っ込む必要はないんだけども、あらゆる業務についてやっぱ自分で勉強してですね、それ知り尽くして、その専門家の人とも対等に話せるような、知識レベルを身につけておくことが大切なのかなと思います。というわけで、今日は以上となります。